葛城山は、静岡県伊豆の国市にある標高452メートルの山である。立地域の葛城山と区別するために、伊豆葛城山と呼ばれることもある。また、方向によっては釈迦が寝ている姿に見えるため、俗にね釈迦さんとも呼ぶ、葛城山は、釈迦の顔のあたりにあたる。葛城山は西浦山地の南部を構成する山で、 白浜総群と呼ばれる地層で構成されている。これは、下総群、湯ヶ島総群に次いで、伊豆半島で3番目に古い地層である。この白浜総群のほとんどは、およそ1000万から200万年前の海底火山の噴出物と、そこから削られた土砂が近くの浅い海底に溜まってできた地層からなっているこれらが、フィリピン海プレートと、 本州側のプレートの衝突によって、それらが隆起して侵食が進み、現在の西浦屋町が形成された。桂木山はその中でも、海底火山の稼働が侵食に耐えて残った、火山関係と呼ばれる地形である。これは、隣の城山なども同じである。山地部が、伊豆の国パノラマパークとして整備されており、北陸から山頂まで、ロープウェイが運行されている。 山頂では、富士山や天城山などが望める。茶屋やアスレチックなども置かれ、スカイスポーツ用のテイクオフポイントも設けられている。また、伊豆長岡中継局も設置されている。山頂には、桂木の神社や、鎌倉時代より鎮座していたと言われる百体、地蔵などがある。桂木の神社は、 古くから山頂に鎮座していたもので、演技式内社の一人神社の論者とされているが、明治時代に山陸の小坂神社に合祀された。現在山頂にある社殿は、ロープウェイ会社によって1966年に新たに建てられたものである。複数の登山道があり、北東陸の小坂地区から登るルートが、一般的で駐車場もある。 南東にある城山の仮の川脇の登山口から、城山に登頂し、葛城山を目指すルートも存在する。葛城山に登頂した後に、発端城山に向かい、駿河湾に抜けるルートを歩くこともできる。ABC 葛城山伊豆半島、ジオパーク、2020年7月閲覧 ABC 出展、伊豆の定山を歩くジオテクの楽しみ、城山、葛城のお山。 発端上山伊豆新聞、2017年4月、閲覧 AB 静岡大学、小山正人、伊豆の大地の物語、2020年7月閲覧、静岡大学、小山正人、伊豆の大地の物語、2020年7月閲覧、伊豆の国パノラマパーク公式サイト空中公園、2020年7月、閲覧小坂神社、桂木の神社。ありがとうございます。